子供だってつらいよ。おお、これがデーマスの塔か。魔導士デーマスか。ちょっと怖くなってきたな。大丈夫、私のダインでイチコロよ。なあ、ワタベー、早見ってモンクエ4のレイっぽいよな。名前も一緒だし。うん、俺もそう思ってた。でも許す。いたいた。こいつが。私は魔導士デーマス。貴様が伝説の勇者渡部か。ここまで来るとは大したものだ。だがこれ以上邪魔はさせん。ここで終わりにしてやろう。来るぞ、気をつけろ。くぅ、ちょっと怖いけど来い。伝説の勇者だな。ここまで強いとは。だがまだまだだ。うわあ、あれ、なんかデーマスって強くないんじゃ。渡部、逆逆。デーマスが強くないんじゃない。俺たちが強くなりすぎたんだ。なんか洞窟でものすごく鍛えてたもんね。早見、見てたの？なんだ、声かけてくれればよかったのに。ほら、声かけにくい雰囲気だったから。くそ、お前ら戦いに集中しろ。あ、ごめんごめん、忘れてた。だってさ、俺らレベル50よ。おじさん、絶対勝てないって。調子に乗るなよ。ちょっと、服が燃えたらどうしてくれるの？頭きた、大ダイン。かかったな。そんな。嘘。速水、魔法が跳ね返ったのか。そうか、デーマスは魔法を跳ね返す効果のあるミラーの魔法を使っていたから、レイの大ダインを跳ね返してしまったんだ。この野郎、渡部、こんなやつさっさとやっつけるぞ。大大。渡部。軒下。うそ。パート3へ続く。